歩き始めてみたけど、本当に蒲郡駅って歩いて行ける距離なんやろな。あれ俺さぞかし歩いて行けるような感じでふらっと歩き出してみたけど、距離調べてねえや。調べよう。徒歩だと32.2キロ。行けん距離じゃないのがいやらしいな。行けん距離ではないな。海もいる。あ、ここずっと行ったら。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。行けやん距離ではないし、一応それなりに店もあるんだな。厄介なことに行けんことがないんだね。竹島水族館の前とか通ってたらちょうどいい感じにもなりそうなんだよな。厄介だね。ってことは歩きますか。ここナビ開始してつねに許可。はい、ここ吹いてくるんだよね。ここで合ってんの。海沿い歩いてたら間違いねえか。はいはい、いや合ってんだ合ってんだ。はあはあはあ、こう突き当たりなんだ。ちょっと右に曲がってかなかのね。はあはあ、あ、ちなみに別に言う必要もないかもしれませんけど、愛知環境鉄道、なんかあんまり取り付けなかったですけど、カメラね、すっかり回しそびれてましたね。録画ボタン押したと思ってたら全然押してなかったみたいで。これね、音がね、いちいち鳴らない設定なのか、逆に、ちゃんと押したかどうかがね、一瞬わからなくなっちゃうんですよね。いや、確認してから取り出せよっていうね、話なんですけどね。確認不足なだけなんでね。ええ。全面的にこちらが悪いんですけど。さあ。まあ、こっちは、さっきのルートと違って、大釜でしたっけ。大釜と違ってこっちはね、これはあ、ヘロン台風のねやつで作り直したやつなんですね。もう残るんですね、そういう遺構が。こっちから行けそうじゃないか。海沿い行った方がいい。あんまり関係ねえ。こっちから行った方のが店あるかな。はっはっは。こっちが、歩道があるな。歩道があるんだったらこっちで行くか。はいはいはい。
出た、水族館の文字が出てきましたね。竹島といえば竹島水族館有名ですもんね。ここは大丈夫ですね。あ、なんだ、国道あっちか。ここは海洋水産高校。ここ水産高校か。こんなあれになってるんですね。水産高校らしいですね。全国優勝してんだ。探偵部って呼んだね。あとあれです。いわゆるカヌーのあれですよね。複数人で割ってこぐ。ここはヤム。感謝感謝とか言っちゃダメだね。ダメね。思わず言ってしまいそうになってしまうから怖いよね。なんやかんやね。国際的に言うとやっぱヤミって言ったらあっちか、ジャスティン・ビーバーですよね。あれもすごく、あれは世界的に流行りましたもんね。そして、あの、本当より店が出てこないね。あれこんなはずじゃなくて。こんな予定ではなかったんだけどな。結構綺麗な街並みですね。ここは歯医者さんです。竹島ファンタジーか。ああ、そっか。大王国、泊まり。もうこの時間はやってないよね。多分そこは朝早い。朝早く出ないとあれですもんね。で、奥に竹島水族館とかある感じだったっけ。こんな感じですね。